近江商人の社長さんに会いにここまで来ました。その三歩よし、あの400年続いている近江商人の商売という根本をちょっと学びたいなと思います。本日は近江商人の佐藤にお越しいただきましてありがとうございます。近江商人のことを知っていただいて、で実際に彼らが、まあ、生きて、まあ、作り上げてきた町並みというものを股間で感じていただければというふうに思っております。伺ってみましょうか。島津製作所の創業者の、だから何百年と語り伝えてきたということがすごいなと思って、そういうなんか伝わる仕組みというのも長い間の中で一つ築き上げてきた工夫なのかなというふうにも感じられます。辛すぎ。バットさんで結構これをずっとってことですもんね。はい、なんか似合ってるね。本当にもう心を引き締めて、まあ、なんかいろんな歴史からたくさんのことを話していただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、商人の話なので、建前の話としようで、例えば商人にとって一番大事な大事はその利潤よっていうところから入ってきますから、あんまり建前として聞いていただかんと、で本音論の使いが一番いいなと。まず塚木という会社なんですが、創業が慶応年間ですから、まあ、要は江戸時代の末ですから、ちょうど156年目という会社であります。今日の4つの論点がありまして、1番目は人を育てる、組織を作る、まあ、後継者と社員を育てるということであります。オーバントを育てるということは後継者と同じぐらいに重要やなという考えはお店にあります。歴史は同じことが繰り返すが、違う顔をして繰り返せるとまあややこしいんだけど、どう判断するか戸惑う。でそこから、ね、近江商人の見極め方ということになります。でリバウンドするのかしないのかとか、いろんなことは過去に学んでいくと結構自信を持って対応できると、ピンスチャンスをつかむにまあ3つぐらい必要条件があると思います。何がお役に立つ、買い手が喜ぶ、何を望まれているかという、ちょっとそういう目線で社会課題を発見するということは非常に大事なことです。社会課題を発見して、それに対して世の中に貢献するという目線があるんだったら、堂々とある話であります。世のためにするんだと思うことはみんな歓迎するし、飲み込まれるか反対にのすかという差は、こういう時に出やすい。まあ、この中で、お店にとって一番大事なことは、やっぱりしっかり元気を上げちゃうんですよ。分かりやすい、自分を律することをせんと、なんちゅうか風潮に流されたらあかんでっちゅうのが一番です。10年30年もお客さんが喜ぶというようなことができるねっていう話であります。自分のために違って人のためにっていう、これを同時にしようということです。ちょっと、うちの親父が亡くなりました時にこれが30号とこの字が出てきました。ちょっとまあクエスチョンでありまして、本当は中大で30号こんな瓶を置いといても、この捨てるしかしゃあない、なんで置いといてかという質問でありますか。どう思いますか。ですね、まあ、物を大切にというと、まあ、そのここまで使い切るっていう、こう何ですかね。一番で継承、何を伝えるかっていうところのフィロソフィーだと思います。この瓶が出てきた時に世界を頑張れって言うて、なんかそういう強いメッセージというか親父の声が聞こえる。でなんとなくこの瓶を開けると親父のこうね、匂いみたいなものはそれは感じる。まあ、ある意味のカクンとすれば最強の格言やったらしいな。私は息子やからそう思うだけの話で、うちの家は朝3時、私さっき3時半に起きてたけど、うちの家はもう30分早いで早かったんですが、で鉛筆を削って集中して、いろんな視点から来る営業日報をこれで黒で書いて、で注意するのだったら赤で、お前はアホかって書いたり、褒めることがあったらよく頑張ったってこのグリーンで書いたり、みんな減ったんですよ。結構減ったが赤でありますけど自分の生き方を次の世代で伝えたいという、これ結構家族にとったら強烈に伝わるなということで、
無一文になって出発する、そういう場合に何が一番大事かというと、やっぱり家族の愛情、それから社員の信頼、お手伝いの信用、まあ絶対価値はこういうところに見出していかんと、一番上に絶対価値を見出すのは無理やし、ましてや変わらない自分と言うてみても、自分であるものに絶対価値を見出すのもちょっと間違ってるわけで、だからやっぱりこういう目に見えるものに絶対価値を見出す、まあそれは一番企業が永続することやなと、まあ思う次第なんであります。ということで今日はどうもありがとうございました。どうも皆様、本日はご一行からお越しいただきましてありがとうございます。お食事の前に少し玉座のご説明をさせていただきます。このお部屋は明治11年に明治天皇陛下をお迎えするために建てられたお部屋でございます。当時は明治陛下と侍従長岩倉ともに、大隈重信、井上薫、山岡鉄舟ご同行なさったということでございます。はい、明治10年が西南戦争ということで、その後の年明治11年まだ世の中が大変な時代でございましたので、警護も130名と大勢やったということでございます。お庭の方も昭和60年に古国百選滋賀県の名庭の中の一つ挙げていただいております。どうもありがとうございます。どうぞお座りいただいてゆっくり召し上がってくださいませ。ありがとうございます。3段になってございますので、はい、ちょっと蓋を開けていただいてこう、はい、おお、きれい、出汁巻きの下ですね、はい、でお刺身になります。わー、で揚げ物になりますけども、はい、わあと赤だしと、そこは伊藤忠商事の2代目のいただきます。八幡商業高校ってあるんですが、滋賀県県立発祥、でそれが1週間の行商の旅に行こうって言うんで、ピンポンの世界を売りに行くんですか。これですね。ピンポンなんですね。ピンポンで、ね、やりましたね。よくやろうという世界なんです。嘘鉢も常備に触ってるか、グゼイスというちょうど新州の船、船板塀といいまして、船、琵琶湖のタブラの船の廃材を使ってこうしてますから、すごいですね。うわー、いいですね。どうぞ入ってください。失礼します。あと160年ぐらいの、建築後であります。その正面のここからずっと行ったところが、ね、お仏壇があります。それが仏壇が中心になってるんかということで、こちら側の部屋のこの上にうちの創業者の、初代二代がこう飯能飯商、百姓とから、ね、朝織物の、仲買いをしとったということで、デザイン門ということでは1、2、3、4、5、6ということであります。ということであります。そうすると、ここで、かまどで、薪を食えるわけであります。バレて言いたいけど、まあ、心配はこれは入っただけで願い感じだったんです。それも湿気用にって言うんで、2階に戸を上げておくと下の戸が開かなくなる。うわー、すごい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 。ありがとうございます。今日話したことまた明日持ち帰って、じゃあ自分たちは会社の中で具体的にどのように落としていくかまで落とし込んでいこうって話になってるんですけど、その近江商人というところの中に流れるその倹約っていうことについても少し何かこうお話だったらお考えが伺えると。お金の使い方ね、はい、時間の節約というか、時間の有効活用がお金の節約非常に、ね、大事だなと思う。やっぱり後継者の育成としてですね、
っぱり何をこう大切にして、あとはそれをしながらですね、どういうふうに調和をしていったらいいのか。できたら谷さんに、担当閣の人を置くと、これは非常に社長とするとやりやすくなる。意識を合わせる、社員との関係を作っていくという上で、社長としてはどんなことを大事にしたらよいかというところと、協力と競争風土みたいなのを作ると非常に、ね、話がスピード化するかと思うんですが、なんか人生そのものの、まあ、社長が大切にしてらっしゃる陰徳についてちょっと教えていただければと思います。いや今の、ね、おっしゃった話非常に心に染みて聞いとったんですが、全くそういう境地で、頑張られたらめちゃいいし、これからが勝負じゃないですか。ああ、もし塚本社長が例えば山崎文英堂の番頭さんで新入社員とか1年目2年目に指導するとしたら、ここだけは譲れない指導のポイントとか考え方とかがありましたら、ぜひ教えてください。今の若い人結構成熟してますから、優秀ですよね。出来上がっとって、ただまあ、なんていうか、まあ、言うてみれば、なんていうか、ちゃっちゃでこう解決がつく、それをもうちょっと体系的に勉強するとか、その、なんでやと思う、糸口を頭の中の発想から聞けへんと、この辺のキーワードで適当なのが糸口だったら、結構まあ、ね、操られる。日本人が一番大切な参考書の考え方が、もしかしたらうまく浸透したんじゃないかなって危惧されているっていうのがすごく身につまされるように勝手に思ってまして、予定を大いに伸ばすとともに、まあ、しかしやっぱり同調圧力と調和の強要、それから箸あったら運動関連中食べる話はちょっとどっかで払拭せへんと、これはちょっと競争負けすると思うんですよ。いや負けてますよね、悔しいけど。お互いに頑張りましょう。でもまあもうみんな会社社長ですね、北経営者本当に、感動しましたのと、 あとこれがなんか日本の強さだなというものをですね、その感じました。やっぱりそれはですね、自分たちのためだけじゃなくてですね、とにかく社会もなんですけども、未来の子どもたちに託すという思いですね。ですからやっぱりどうこれから、子どもたち、未来の若者を育てていくのかっていうですね、本当にそのエッセンスに、今日は凝縮されてましたし、これからもですね本当に、ずっと学び続けていきたいと思います。